ようございます。庶民ランナーです。今日はですね、7月17日の日曜日、 朝5時過ぎぐらい、気温は24度ぐらいのようです。はい、ちょっとね、本当にちょっとパラパラとまだパラついてますね。今日は止むんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。はい、朝ですね、起きれたんじゃないんです、寝てないんです。バックトゥザフューチャー3見てね、寝なきゃ寝なきゃってこう思ってたら興奮して寝れなくなっちゃった。逆に結局ね、2時ぐらいまでは記憶があるっていうか、2時ぐらいになったら寝れねえな俺と思ってたのを覚えてます。ベッドから出たのが4時過ぎなんでですね、まあ、2時間ぐらいですか。はい、ガーミンでは2時間半ぐらいになってるみたいですね。なんとか頑張ってベッドから出ました。ちなみに16日土曜日は派手に寝坊しました。はい、ほとんど走れませんでした。こう冒頭に出したハーフマラソン5からやってるっていうですね、 200m ダッシュ1本だけしか昨日は走れてません。なので今日はもう絶対だと思って全然寝てないですけど、ベッドからですね這い上がったみたいな感じです。今日もゆっくり LSD です。週末はねもう LSD っすよ。これがまあ私の一番力を入れてるところで、それ自体は変わってないですからね。はい、 LSD ですね、行ってきます、頑張ります。はい、今いつもの河川敷ですね、距離はちょうど4キロ、4キロで26分56秒、4キロ目のペースが6分52って感じですね。心拍数130切ってる感じ、128とか、まあまあこんなもんでしょう。もうせっかくでもね、あんまり寝ずに来たんで120分を超えたいですね、最低ね、最低120でね。日差しはないんで、日差しの暑さはまるでないんですけど、こう湿度が高いんでね、汗がやばいですね。時折吹く風が冷たくて気持ちいいです。はい、引き続き頑張ります。次は10キロ地点かな。はい、行ってきます。そろそろ10キロです。今10キロですね。1時間8分2秒、ペースはね6分49、この1キロがこんなもんですかね。で心拍数がね138とか140前後ぐらいですね。先週はねこの辺でちょっとお腹の調子がダメだっつって戻ったんですけど、今日は全然大丈夫です。何の心配もないです今のところ。120は絶対行きますね。なんか一応150ぐらいにしようかな。なんて言ってるとね、120で止まったりするんですけど、まあ、ちょ150ぐらいを目標にはしたいなって感じでしょうかね。で、暑くはないんですけど、湿度がやばくてね、もう T シャツとかべっちゃべちゃ、全く乾かないです。と、はあ、いうことで、次は90分のところかな。あと21分頑張ります。河川敷だいぶ北上してきました。はい、だいぶね上がってきちゃいましたね。で今がですねちょうど1時間30分90分を過ぎまして、距離がね 13.2 ぐらい、ペースがキロ7ぐらいですね。で心拍数が140ちょい超え、141.2ぐらいということで、まあ、10キロ過ぎぐらいから、まあ、ちょっとペースは落ちたかな。ペースを落として心拍数を維持している感覚ですかね。きつさはだから変わってないですけど、なんとか150は絶対行こうかなと思って、ちょっとね普段折り返しているところよりも先にこう河川敷を北上してきてます。絶対150超えてやるんだ、先週できなかった分ね、取り返したいなというところです。何もなきゃいいですけどね。はあ、ということで河川敷ですね、どうだろうな、あと1キロぐらいしたら戻るかな、そんな感じです。では行ってきまーす。はい、はい、タッチ折り返します。ここまででね 14.4 ですね。はい、向かい風、向かい風で涼しい、あ、これいいかも。
冷える体が。今のところですね 14.4 で、タイムが1時間39分30秒、150までいきますよ。ということでですね、今120分過ぎました。距離がね 17.4、 心拍数142、3、4ぐらい。本当こっからがね練習で、こっからが LSD みたいな感覚ですね。でこっから最低30分、もしくは頑張って1時間なんとか走りたい。だいぶ涼しいんでね、まあ、向かい風で特に風があって涼しいんでいいんですけど、今ね影で雲で隠れましたけど、さっきまでちょっと日が出てて、あ、ちょっと暑いなっていう感覚がありました。このままね陰ったままでいてくれるといいんですけどね。2時間16分、136分なんですけど、ちょっと心拍数上がりすぎたんで少しだけ歩いてるんですが、見てください、眩しいです。暑い、ついに日が出ちゃいました。もう青空っすよ。こうなるとね暑い、まあ、風でね向かい風があるんで、そういう意味では涼しいんですけど、やっぱ日差しが暑い、たまんないですね。やっぱ夏だな。やっぱでね、持ってきた水がねついになくなっちゃいました。どっかで補給しないと。涼しいとは言ってもね、汗で出てってはいるんでね、飲まないとねまずいんですけど、ちょっとやっぱ河川敷周辺はそういう補給がね難しいですね。はい、はい、心拍数もだいぶ落ち着いたんで、じゃあ行ってきます。いいよ、眩しい。はい、今2時間半過ぎました。150分ですね。距離がね21キロとちょい、 21.2 ぐらい、まあ、ハーフ終わったぐらいかな。こんな感じですね。30分いってね、180分、この季節で行ければいいでしょう。あと30分、まあ4キロぐらい、キロ7分ちょいとして、そうですね4キロですね。じゃあ合わせて25キロぐらいか。あと4キロ、28分、頑張ります。こっからが練習、頑張れよ。見つけました、自販機。しかもスイカ使えますね。さっきね、2時間半しゃ走りましたって、110分過ぎましたってところがね、すぐそこのその土手の上なんですよ。なのですごい近くのところに見つけた。ランニングやって何年、ここ河川敷走り始めて何年かしますけど、ここを初めて知りました。嬉しい。ちょっとこれはアクエリアスのマルチビタミンいっちゃおうかな。あ、でも600なんだこっち。じゃあ600にしようかな。だいぶ陰ってますね。あと15分、2キロぐらい。今ね23キロと15 23.15 とか16とかですね。まあ、あと2キロぐらいで、ちょっとねパラパラと雨も降ってきてます。暑いよ、かまし。あと2分ぐらいですね。あと2分で180分、3時間になります。あー、もう家まで我慢。あー、飲みたいな、家まで我慢。家にですね、この前のプライムデーで買ったアミノバイタルのクエン酸ウォーターってのがあるんですよ。あれがうまいんですよね、疲れてる時飲むと。なのでそれを飲もうかなと思いますんで、ちょっと追加のポカリとかは我慢します。ってことで3時間終了、180分終わりました。超暑い。はい、そういうことでですね、まあ、早起きというかですね、あまり寝ずにって言った方がいいのかな。 LSD ですね。結果的に180分無事終わりました。涼しいは正義ですね。
スースキャこれくらいできんすよね。はい。それで、今日なんですけど、まあ、これからもうね、シャワー浴びて、エアコン効かした部屋でちょっと2、3時間寝ようかなと思ってます。さすがに睡眠時間2時間ぐらいはだって1日きついんで、もう若くないですからね。はい。まあ、それで、まあ、ちょっと足の状況とか次第かなと思ってるんですけど、夕方ですね、もう一回、まあ、スロージョグ、6キロないし、10キロとか走れればなと思ってます。もしくはね、あの200ダッシュですね。このどれかやりたいなと思っております。昨日ね、ジョグだけでもできればよかったんですけど、まあ、昨日本当200ダッシュ1本しかやれてないんで、まあ、今日はその分、ね、多少ちょっと頑張った方がいいかなとか思ったりはしてます。ただね、ちょっとこう足の疲労感が結構強かったりしたら、まあ、やらないんですけど、今のところなんかね、こう変な筋肉の疲労感というか、まあ、全体的にね、なんか使ったなっていう感じはしてるんですけど、どっか痛いところはないので、まあ、軽くだったら何かしてもいいかなというふうには思ってます。特に6キロぐらいだったら、ね、やってもいいんじゃないかなと思うんですけどね、どうですかね。はい。で、まあ、今日はね、本当よかった。でも涼しいは正義ということですね。はい。ということで、また後ほど。で、今ですね、18時半ぐらいですね、夕方の6時半ぐらいですね、になります。で、結局ですね、ジョグする元気がなくて、結構やっぱきつかったみたいですね。ゆっくり40分とか1時間とかジョグする体の余裕もなくて、はい、きつそうなんでですね、200メーターのダッシュにします。で、200メーターのダッシュもやっぱきついんですけど、まあ、言うても40秒ぐらいで終わるじゃないですか。ね。なので、ザクッとやって、タッタと終わるみたいなね、そんなできるんでいいかなと思って、これをやります。ただ、まあ、150分走った日のね、まあ、夕方っていうこともあって、ちょっと体もね、足もちょっと筋肉硬いんですよね。なので、まあまあ、いつものスピードは出ないかな。ということで、40秒、いってきます。40秒っていうかね、はい、いってきます。でね、今回の 200m は、32秒8ですね。まあ、ベストまでは 0.3 秒及ばずってとこですかね。最後ね、10m ぐらい先ちょっともう止まっちゃったんで、まあ、それですかね。まあ、でも意外と体動くもんですね。まあ、こんな感じでですね、ね、朝走ったとしても、夕方を走らないときは、こういう 200m ダッシュをですね、必ずやっていく形にしよう。今ちょうど3週間なるのかな。3週間やってます。はい。ちょっとね、怪我は怖いんで、本当はフォームローラーとかね、私はこれをやった時には必ず体、足のね、筋肉はちょっとほぐすようにしてるんで、もしやってみようかななんて思われる方いらっしゃるんですかね、いらっしゃるようであればぜひね、怪我には本当気をつけてください。それでですね、次回の動画なんですけど、次回はこの 200m ダッシュをね、まあ、2、3週間ずっとやり続けてるじゃないですか。なので、そうするとスピードは変わったのかどうかをですね、点検というかチェックをしたいということで、1kmTT やります。 1kmTT です。前回のね、 1kmTT の私のベストが3分31秒5ですね。その前が3分32秒とかで、1年前がそれで、で5月にですね、今年の5月に3分31秒5で出ました。で、まあ、別にそれ用の練習をしてないんで、別に嬉しかないよねっていう話をですね、その時してたんですけども、今回はですね、まあね、2、3週間ですね、200m ダッシュを繰り返してるわけなんで、言ってみればそれ用の練習っすよね。ガチで PB1 キロの PB の更新を狙います。目標はちょっとね、まあ、ちょっとおいおいっていう感じがしますけども、まあ、詳しくはね、その時の動画に回にしておきたいと思いますけども、とにかく次回の動画は 1kmTT です。まあ、お遊びですね。お遊び、200m ダッシュをね、3週間やるとスピードはどう変わるのか、変わらないのか、まあ、そういうのをちょっとこう検証目的でやる、まあ、簡単なお遊びをやりたいなと思っております。ぜひですね、次回の動画お付き合いいただければなと思っております。はい。そういうことで本日は以上になります。本日はですね、寝ない状態で180分の LSD とその後の 200m ダッシュということになります。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼します。